次の目的地に急ごう。こうか。俺たちと出会ったとこ。ジャックさん。女神を目覚めさせましょう。エリオットを助けるため先です。そこだ、注意してください。そこです。はい、やっつけよ。はい、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 相手が悪かった。俺たちの敵じゃなかったな。すぐに倒して先に進むぞ。加減はなしだぜ。どうせよ、注文じきり相手が悪かった。間違いない、俺は強くなった。心を落ち着けて、剣と対話するのよ。
を手に入れたぞ。あれ、フェアリーは？おい、フェアリー、どこ行っちまったんだよ。この剣どうすりゃいいんだよ。私はマナの女神の幻影、聖剣の勇者デュランよ。あんたがマナの女神？なあ、フェアリーはどこへ行ったんだ？フェアリーは邪悪な者の手によってさらわれてしまいました。どうかフェアリーを助け出してください。おい、ちょっと待てよ。邪悪なものってなんだよ。それに剣を抜いたら望みが何でも叶うんじゃないのか。あんた女神様なんだろ、教えてくれ。マナが失われ、マナの木は間もなく枯れ果ててしまいます。私もそれと同時に消える定め。もう私にはどうすることもできません。最後にあなた方にこれを授けましょう。聖剣の勇者たち、どうかあなた方にマナの加護があらんことを。あ、待って。フェアリーを連れ去ったんだ。簡単に勝てちゃいましたね。
たちの敵じゃなかったな。フェアリーをさらったのはお前か。とんでもない、私じゃございませんよ。もし私だったらこんなところであなたたちを待ってないで後ろからバッサリやってマナの剣奪ってます。なんだと。あわうわ、例えばの話ですよ。まったく、せっかくマナの剣が目の前にあるの、私はあなた方に手出しできない理由があるんです。フェアリーをさらったやつら、私どもの主仮面の同士様をあっさりと殺しちゃって、ミラージュパレスは滅んでしまったんです。私も逆らうと殺されちゃいますから、仕方なくこうしてメッセンジャーボーイとしてこき使われてるんでございます。でもね、どうせ用が済んだら私も殺されちゃうんですよ、きっと。だから仲間になったふりだけしておいて、このまま逃げちゃおうと思ってるんです。まあ私が言うのもなんですが、それぐらい悪い奴らなんですから。奴ら聖域の出口で待ってるそうですよ。メッセージおしまい。じゃあ私は逃げますから、あなたたちも逆らわない方が賢いよ。じゃあ、問題なく勝てたな。この調子でいこう。また強くなったぜ。フェアリーをさらったのは貴様か。何もかも終わってしまった。もはや黒の貴公子様は二度と帰らぬ。我らの主黒の貴公子様は聖域への扉を開くため、魔界にあった闇のマナストーンを古代呪法により命と引き換えにして現世と召喚したのだ。その後お前の持っているそのマナの剣で復活され、世界全体を魔界に変えるはずだったのだ。だが我らの前に思わぬ敵が現れた。
そいつは復活を待たれていた黒の貴公子様の遺体を消去し、魂を永遠の闇へと封じ込めてしまったのだ。もはやマナの剣でもどうにもならぬ。私たちの乾杯だ。そこの邪眼の伯爵は、自分たちだけででもマナの剣を手に入れて世界を魔界に変えようと考えていたようだが、私は黒の貴公子様のいない世界など考えられない。負け犬がいつまでも無様に抗って黒の貴公子様の死を汚すことは私が許さない。だからこの手で邪眼の伯爵を殺したのさ。これから私も黒の貴公子様の後を追う。復活後の黒の貴公子様の新しい体に使うために、邪眼の伯爵がさらわせたローラントの王子は、私が魔力でローラント城に返しておいた。エリオットは無事なの？ああ、散り際はわきまえているつもりだ。さらばだ。黒の貴公子様は私の全てだった。イーグルの仇だった美獣が。だがこれで終わったわけじゃない。美獣が言っていた敵、そいつらを倒さない限り、これからもたくさんの人がイーグルのように殺されていく。たとえ相手が美獣じゃなくなっても、俺はみんなと一緒に行くよ。イーグルもきっとそれを望んでいるはずさ。イーグル、天国で見ててくれよ。私もお父様の仇がいなくなってしまったし、美獣が言っていたことが本当ならエリオットも無事に戻ったのだろうけど、ここでやめるわけにはいきません。本当に平和な世の中が来たと言える日まで皆さんと一緒に行きます。さあ急ぎましょう。どこに連れて行くか。フェアリーを返して欲しければマナの剣を持ってアルテナ城まで来い。なんだって？な、待て！どこまで卑怯な奴らなんだ。くそー。あの人たち、きっとマナの剣を抜けなかったんです。だからあなたが抜くのを待って、フェアリーをさらったに違いありません。どうする？どう考えてもこいつは罠だ。分かってる。でも行かなきゃ。たとえ罠だと分かっていても、フェアリーを見捨てるなんてできねえ。俺は男だ。絶対逃げねえぞ。行こう、奴らのところへ。そして今度こそあのグレンの魔導士に勝つ。